セル、そして副保安官のニック・モリン・ピーター皆さん、どうぞ。どうぞ。さあ、早速では皆さんにお願いがある。私たちが住んでいるこの場所、実は大変危険なんだ。なぜならこの壁の向こうにはリーゴン率いるスモーカーズという凶悪な侵略者がいる。やつは多くの武器を持っていてかなり危険な連中だ。もちろん見張りは我々の仲間がしているので、皆さんにはそれとは別のことに協力してほしい。皆さんが我々の新しい仲間として一緒に戦うことだ。今からはその戦い方、ブーイングを全員に教えよう。じゃあみんな、まずは両手を上に上げて、ちゃんと上げて、顔の横は上げてない。両手上げる。そう、じゃあ手を上げたら親指だけを出して、その出した親指は下に向ける。そう、この手を襲いかかってくるスモーカーズへ向けて思いっきり振れ。待って待って、ブーイングって間違ってた。これブーイングだよね。合ってるよね。じゃあもう一度、じゃあスモーカーで目の前にいると思って本気でやってくれよ。じゃあ構えて、あ、スモーカーだー。はい、絶対勝てない。いく、叩いて渡るようなブーイング。もっともっと、石の上にも3年でしょうが、石の上にも3年でしょうが、何が言いたいか分からんか、何か言いたいかあるのか。もっといいブーイングしましょう。もっといいブーイング。犬も歩けば棒に当たる。犬も歩けば棒に当たる。そんなブーイングを、そんなブーイングをしましょう。お前がやってくれるのか。一切意味が分からんが期待していいな。頼むぞ、行く。お前が笑ってどうする。でもお前がその足を使ってるアイデアは素晴らしいじゃないか。じゃあみんな、ニックがやったようにこのブーイングの足を動かすことになる。これを同時にやってみよう。じゃあみんな構えて、あ、スモーカーだー。はい、ニック、ニック、お前アイデアは素晴らしいじゃないか。誰も言ってるんだよ。わからん。なんだ、まだまだ盛り上がりかねません。まだまだ盛り上がりかねない。俺が、お前が、スズメも歩けば意外と飛べるってことを教えて。スズメも歩けば意外と飛べる、はい、歩いてるのに意外と飛べる。お前何言ってんだ。スモーカーのボス、リーコンすらも追い返せるはずだ。そして
我々の仲間が帰った時はブーイングじゃなく温かい拍手で迎えてほしい。この2つしっかりと覚えておいてくれ。みんな行く。俺たちは仕事に戻るぞ。環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くして、あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし悪の帝王ビーコンの率いる凶暴な侵略者たちスモーカーズは、誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。ビーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。Take it off!
タイガー・ウッズです。今俺のボールどこ行ったかな。あ、ちょっと立ち上がって、アイス取りやがったぞ。待って待って待って、こいつら必要になることがあるかもしれない。それはしまっとけ。持って帰っていいよ。Thank you.
誰に伝えてもらったんだ。よし、エナルです。Thank you.
ぞ。ボートに穴が開いてるからな。お前邪魔をするな。俺様の飛行機に当たっちまった。ウォーターワールド。ウォーターワールドのカシコです。